はい、こんにちは。投資家で医学修士のタクです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はね、浦和駅ね、周辺にちょっと行ってきました。まあね、皆さんこちらの駅ご存知ですかね。まあね、東京の方、埼玉の方、あと、まあその周辺、の方はね、まあ非常に、知ってると思うんですけど、まあ知らない人もいると思うんでね、少しだけ紹介します。まずね、この浦和駅ってどこにあるかというとね、埼玉のね、どこだろう。どこだろうって僕が言ったらダメなんですけど、埼玉のね、県庁とかがあるようの、その通りの最寄り駅ですね、にあります。で、この駅の、今こちら写真見てもらってるのがね、これ西側になります。で、東側はね、丸いがあるんですよ。で、丸いね、こんな浦和駅にね、いらないですよね。なんでかって言ったらね、東京にいっぱいあるわけで、上野とかにもあるし、上野まで近いんで、全然こんなとこに丸いなんかいらないよってね、思っちゃうんですけど、なんであるんですかね。全然上野とかまで近いわけで、ちょっとわかんないですね。まあ僕今日はね、横浜からね行ってきたわけで結構遠いですね。もうね、疲れます。これね、サラリーマンの方みんなね、疲れてると思うんですけど、かなり遠いですよね。横浜から、埼玉までもうね、超遠すぎます。で、まあね、横浜からね、乗ってる方ね、あんまりいないんですけど、あんまり、たまにいるんですけど、ほとんどいないですね。まあ、ね、大体ね、横浜から乗る人はね、まあ、赤羽とかね、そのあたりまでがですね、そこを越えてね、北に行く人ってまずいないですね。もちろんね、川崎あたりとかね、品川あたりからだったらね、全然、浦和まで行く人いるんですけど、もうね、横浜駅から行く人ってそこまでいないですね。あとなんか出張で行かれる、ね、方とかね、スーツケース持った方とか、まあ非常に多いんですけど、普通に、なんだろう、仕事で別にそこまで通勤する距離ではないですね。明らかにこれはもうね、遠すぎます。ということでね、非常に遠いところまで行ってきました。で、今日ね、皆さんにお土産もね、何もないんですけど、何の話しようかな。まあ、皆さん何の話聞きたいかっていうのがあって、まあね、浦和といえばね、サッカーの街。まあね、これサッカーの街ってね、なんかね、もうね、街がやってますよね、全面的に。なんかね、この駅前とかにね、なんか、駅前とかにもなんかね、貼ってるし、で、駅の中にも貼ってるしね、なんかサッカーの街みたいなの貼ってて、別にサッカー好きの人ばっかりじゃないのに、なんでサッカーの街なんだろうっていうふうにね、まあ思うんですけど、まあね、僕、もとも、前はね、埼玉に住んでたんで、埼玉に住んでたんで、なんで別にサッカー以外もやってる人いっぱいいるのにサッカーの街なのかなって、ちょっとね、サッカーをひいきしてますね。まあなんだろう、まあその悪くないんですよ。一つのなんかの目標に向かってね、やっていく。あとスポーツとね、この勉強、文武両得じゃなくて文武なんとかって言うじゃないですか。文武両得、ちょっと待って、スポーツもやってね、勉強もする。なんかね、なんか埼玉ね、そういう感じが強いんですね。あ、ごめんなさい。文武両道ね。文武両道ですね。結局、その、つまりね、学芸とね、なんだ、武芸、この両方にね、努めるというね、言葉があると思うんですけど、いわゆるそのスポーツの勉強もするって、これね、まあ埼玉ね、のやはりなんかそういう特徴があるのかなというふうに、まあ思います。
文武両道ってどこの言葉なのかな。わかんないですね。まあこれ、文献でね、詳しい方いたらね、まあ教えてください。まあ、僕のね、動画見てる若い人ね、そこまで頭良くないんでね、多分知らないと思います。文武両道とか言われても、はぁとかね、言うと思いますけど。で、それで、何話そうかな。まあね、このね、埼玉ね、栃木とか群馬に近いんで寒いんですよ、本当に。寒くて、今日行ったらね、寒かったんですよ、本当に。なんか昼間なのに寒くて、やっぱりちょっと北の方にあるからね、寒いなと思いました。ちなみに、なんだろう。埼玉はね、サッカー以外にも、野球が有名です。僕ね、埼玉って言ったらね、なんでサッカーばっかり言うんだろうって思うんですけど、野球も有名じゃないのって思うんですけど、皆さんいかがですかね。まあね、なんかね、異常にね、サッカーをこう強調してますよね。なんかね、この関東はね、サッカーがね、好きなんですよ。これね、なんかね、異常にそうでね、横浜もそうだし、まあ、川崎もそうだし、浦和もそうだし、なんかね、この関東周辺ね、サッカーが好きですよね。あと千葉ね。千葉とかもなんかサッカー好きですよね。で、なんか異常にサッカーが好き。お前らサッカーばっかりするなよと。野球もしろよとね。僕はもうそう思うんですけど、まあ、これあくまで個人の意見なんでね。なんか、それがいい悪いって言ってるわけじゃないですよ。なんで、まあ、ぜひ野球も、してください。埼玉ね、なんか、浦和駅よりね、大宮の方がね、栄えてるんですよ。で、なんかね、意外と、大宮の方が栄えてて、なんかね、こう、浦和はね、もうなんか、サブの駅みたいになっちゃってますよね。まあ、横にね、武蔵浦和があったりするから、結局、なんだろう、こうすごくね、分散されてるというかね、分散、そうですね。こう、一箇所にすごく人口が集中してなくて、なんかね、すごく分散されてるというね、状態じゃないかなっていうふうに、まあ僕は感じてます。はい。ということで、まあ今日はね、ちょっと浦和駅周辺に行ってきた時の、まあ、感想になります。最後にチャンネル登録といいねと、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。